よし。まあちょっと YouTube にも一応動画上げてるんで、ちょっとね、こっちの方も YouTube に上げるようで、録画もしようかなと思います。いけてるね、やっぱ。まあ、今日はテストも兼ねてるんで、別に、まあどうなってもいいかなって感じですけどね。よし。じゃあ、やります。ですね。前の配信が、まあ YouTube の方上がってるので、まあ、興味ある方は見てもらいたいんですけれども、一応4キャラ倒して、何倒したかな？スパイダーマンと、フクロウと、フクロウとダチョウと、あとなんかでかいアザラシみたいなやつ倒したところで、終わってます。で、その続きからっすね。軍人とハンター、誇りをかけた戦いだ。逃げるわけにいかないと。カーネル、サンダース。見損なったぞカーネル。はっ 破断撃。これ結構攻める系の何をする。ゼロっす今からね。でも遅くはない。クーデターを中止しろ。どっちかというとクロスさ男んはのゼロそにの地近いにかなっていう。行くぜ。アルコールは、アルコールあるか。ちょっと。いただきます。今日は、日本酒のボンがあるんで。この場は引くとし、ああ、まだが次は容赦しない。ゼロ、お願い、兄さんと戦わないで。二人が戦えばどちらかがきっと。誰かがレプリフォースを止めなければならない。すごいな、人数が増えてく。 いやー、でも昨日の福井対戦会、まあ13-3飲み会、すごい面白かったんですけど、もう全然覚えてないですよね。昨日、いや、めっちゃ面白かったけど、何やったか全然覚えてなくて、とりあえずシャウトしてたのも覚えてるけど。2回ぐらい石になってたの覚えてる。狩屋崎翔吾の話はしなかったから、まだちょっとね、脱出選べないよ。ちょっとそこら辺、ちょっとまた次回の、5回ぐらい？いや、2回しか覚えてないけど。まあいいや、まあちょっと話しながらね、進んで寝ていこうかなと思いますね。マリンベース。今日は福井対戦会スイッチを乗っ取って営業してますんで、まあぜひ、ちょっと待って、どうやって、シューティングね。シューティングといえばね、ホークアイ使いですから。ホークアイを使ってるからね。ホークアイだからね。ホークアイだから、ホークアイよりも弾の数が、ホークアイよりも弾の数が多いから、やっぱりこうシューティングはね、やっぱりこうアルカプの時からずっとシューティングやってるから、アーマーつけてね。危ない。 ちょっと待って。いけるいける。
こっから、こっから谷があるから、谷がある。谷、ちょっと待って。いや、今の様子見やから、様子見。うん。いや、シューティングはめっちゃうまい。間違いない。シューティングはもう本当に、やっぱゾーニング効いてるから、もうゾーニングできてるから、そろそろ来るでしょ、そろそろ。はい。はい。覚えてる。あ、覚えてる。ちょっと待って。ちょっと待って。調子出てきたね。これなんか、ハート取れてるんですかね。全然。まあ、シューティング、ゆっくりシューティングして、飛んで、あれだね、ドンキーコングのコースター的な感じのノリでジャンプボタン押せば、いける気がする。これは普通に降りて、ちょっと待って、これ、ラグある。入力インプットのラグある多分。5フレぐらいちょっと遅い。これ由来、5フレでしょ多分。スト5みたいに、あれかな、やっぱフレームがどうのって話になるのかな、やっぱ。はい。はい。ちょっと待って。助けて。これ今日クリアできんのかな。あー、はーい、はい。ちょっと待って。一向に進んでないんだけど、今日。配信10分経過して一向に進んでないってどういうこと？あ、こんなんあった初めて知った。これでいける。まあ、もう5人以上減ってるから、まあ、しょうがない。ちょっと落ち着いてきます。落ち着いてけばね。はいはい。ちょっと待って、マジで。なんだろうな、できてるんよ。ポジティブに捉えれば俺はできる。そして俺はお前を切る。そしている散るスターダストドリーム。ちょっと待ってよ、本当に。俺はいる、切る、ティーパブロ、パブロ覚悟なんていうの。あ、バレた。やっぱりね、やっぱあえてこう、下手馬をちょっとアピールするみたいな。やっぱ下手馬だから、あい。下手馬。ちょっと待って。どうすりゃいいんやろな。いやー、でもいい感じでいってると思うけどな。俺はバイクに乗ってまたがる。だからなんだよって。ちょっと待って、もう
ここは焦った時はやっぱりこうちょっと格ゲー的な考え方でやっていかないといけないと思うんです。今マイナス2フレームマイナス2取られて密着状態だ。俺は密着状態を取られている。それはやっぱりね、焦って暴れちゃうとクラカンしちゃうから、焦るとクラカンしちゃうから。てか床ダメージ判定あんの？それ知らんよ俺。知らないって。よっしゃよっしゃ、新記録。イエー、来た。はい。なんかね、ワギャンパラダイスのトロッコ面を思い出すねこれ。あ、落ちないよこれ。落ちないせいで来た神落ちた。落ちないステージ、絶対に落ちないステージ。落ちない、俺は落ちない。これ何産んでんの本当。やばい、ちょっと回復ないのこれ。生きろ。乾杯。よいしょ。いや、シーズン2からでしょこれ。いや、シーズン2だからね。もうチュンリーは弱いんだよシーズン2だから。ここ飛んで前打って爆発させて飛ぶ、そして前打つ、相手打ち続けて引っかからないように飛ぶ。はいはい、ここまで来たらね、ちょっとなっけ、あれちょっと待って、 S やな。あれ氷、あ、違う、ん？あ、こうか、こうだ、 OK。 こいつの弱点しか知らんっていう。もうこスティングレン、ポルカドットスティングレイっていうバンドが今熱いですね。というかもうめっちゃメジャー的な感じですけど。軍の誇りにかけて貴様を倒す。めっちゃイケボ。やだ、めっちゃイケボなんですけど。あ、ちょっと待って。え？これでも食え。あー、なんか生まれてきてる。あー、ちょっとどうやって昔の俺はどうやってこいつを倒したんだ。あ、ちょっと待って、ええちょっと待って、どうやって倒した俺。あれ、ふとしきくんいた時は普通に勝ってたんだけどな。あ、わかった、壁切りだ。壁切りして倒す。さらばだ、海の藻くずと消えるがいい。あ、そうか、イヤーって出た時に壁切りして倒せないんか。こうだ。こうだ。こう
おい、当たんねえよ。ここ一歩進んだ、一歩進んだ。これ正解なのかな。軍の誇りにかけて貴様を倒す。マジで。当たんのこれ。やだー、当たっちゃうのこれ。当たんの。半分ぐらいいってるよ、半分ぐらい。ザンギやん、ザンギやん。いやでも見えたね、勝ち、勝ち筋が。あれダメージ食らってなかったら普通に勝ってたよあれ。あと18歩ぐらい。もうあ、なんかあった。すごいな、やっぱツイッチ効果高いね。 YouTube 全然人来なかったけど。なんかすごい、なんかモリッツさん扱いされてるのかな。モリッツさんと、モリッツさん神やな。気づきとか出たけど。はい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 、はい、ええ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 、はい、うまい、はい、うまい、ただただうまい、はい、うまい。はい、軍の誇りにかけて貴様を倒す。はい、ひらめ。あ、なるほどね。はい、うまい、はい、うまい、うまい、はい、うまい、うまい、うまい、は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 い、うまい。これ、あ、わかった、わかった、わかったぞ。はい、まあいい。これあれだわ、サイコアックスに対して大足を合わせる感覚でいけば、俺デガ使いだから、サイコアックス、サイコアックス、はい、サイコアックス、はい、サイコアックス。あ、これはこれパブ、これ許す。あ、これ助けて、これ、これはね、はい、うまい、はい、うまい、はい、ザンギやん、ザンギ、はい、はい、はい、
ラコーハ、ラコーハ、はいはいはい、まいい、はいはい、はいはい、うまい、はい、考え方、はい、ラコーハ、いける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 、これいける、新記録、新記録来てる。ええ、ちょっとこれはずるい、ずるくない？え、なんか手前で落ちる、なんかこう線画のお化けフォークみたいな魚来たんだけど、フォークはあかんて、フォークはあかんよ。意図的にこうカクって落ちるところ、なんかこうワンアウトの特注みたいなフォーク良くないよ。ここら辺はね、普通にいけてるんだけど、普通にうま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 、これもうまい、うまい、もう自分を肯定しないと続ける精神が持たないという、もうちょっとねポジティブシンキングでいかないと、大事なことだからね、ポジティブに物事捉えないと。はい、うまい、はい、まあ、いい、はい、ちょっと日本酒飲む、はい、日本酒もまあいい、サイコアックスなの、サイコアックスで上ぴょんぴょんしてると、クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。あー、そういうことね、そういうことね、これうまいんじゃない、はい、まあいい、蜂について、蜂に、あ、もうないない、あから、それ、はいはい、うまい、あ、まだフォークない、フォーク、お前線画、線画じゃない、線画じゃないけど、お前は線画じゃないけど、ソフトバンク、あ、来た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 、これ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 、あー、ずるい、はい、ずるい、はい、ちょっと待って、 EX V 取り、 V 取りが、 V 取りがV 取り側のヘップレはないよ、ほんとこいつベガやん、ほんとに完全にベガ、完全にベガなんですけど、完全にベガなんですけど、クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。クラゲマジか、ごめんごめんごめんな、ごめんな、ほんと、はい、あれ落ちたね、
通に差し返しされたんだけど。ギガボルトドクラーゲンっていうのがいるらしいね。クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。そうかそうか、俺はクラゲだ、俺はクラゲ。ちょっと待って、テアじゃねえよ、ほんと。なんとなく一匹倒して落ちてんかい。はい、これでパンってやって、こうだ。相打ち OK は、相打ち OK は、えい。いや、そんな器用なことできないでしょ。全匹倒すって、神か。神の所業か、ほんと。相打ち OK。相打ち OK。もう刺し違えてでも殺すから、相手を刺し違えてでも殺すって、その感情を持ってね、常にゲームやってる感じなんですよね。はい、あ、これ強いね。07だけど1本取れば間違いなく勝てるんだ、これは、このゲーム。え、全匹どうやって倒すのこれ。ラクホーハーじゃないのこれ、だったら。ああ、ホーカー。あ、これ1匹1本。ちょっと待って。倒せないんですよ。これか。こいつの判定がおかしい。バグってる。バグってんだけど、判定。で、こうか。ちょっと待って。待ってですけど、本当に。いやなんかね、ララの対空中パンぐらいちょっと前方向に軸がずれてる。ゲーム、うまいんだぞ、俺は。ちょっと待ってよ。これで、あ、お前降りてこいよ。なんだろうな、ワンツー壁で2体倒して、壁で2体倒して、待って、あ、こうか。ちょっと、いい感じじゃない。おい、うんうん、ちょっと待って。
ラグい、ラグい、ラグ、ラグが出てる、ラグ発生してる、ラグ発生装置ちょっと待ってこれどうすんのこれ本当に。いやー、ディレイ9フレはちょっとね、あれやね、バンデットリボルバーガードできないね。バンデットリボルバーガーフになるフレームだねこれ。いやあでもこの辺ね、うまくなってる気がするよ、やっぱ。うまい。はい、うまい。ここはもう、スーッといけるようになったけどな。やっぱ天才。神ムーブ。軍の誇りにかけて貴様を倒す。あ、クラゲじゃない。ちょっと待って、判定仕事、あもうなんで？いや、今のかなりいい感じになってきた。いや、かなり掴んだ、今掴んだよ。掴んだ、かなりいい感じで掴んだよ、これ。お前、早いって。あ、違う、これじゃない、これ。え、なんで当たんの、これ。なんで当たんの、これ。マジで。はい、はい、あ。なんで？はえって。なんで？いや、俺。ブロンズやし、よし、さらばだ。海の木図と消えるがいい。早いって、無駄に早い。早い早い、このパターン。で、こう。これでしょ？このパターンでしょ？ちょっと待ってよ、ザンギやん、本当に。やばいな、どうしよう。タメキャラしか使えないから、しょうがない。
え、ちょっと待って、普通にミスった。あ、これちょやばいな、ちょっと集中力が。このバイク無限に光ってんだけど、よっしゃ。俺は消えねえ、俺は絶対消えないよ。あ、だからこれなんでこれ当たんの、ほんま勘弁してくれよ。これあ、分かった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 。あー、なるほどね、なるほどね、やっと分かったよ。分かった分かった、やっと分かった、あいつの気持ちやっと分かったよ。ラグだから、ザンギやめ、ザンギ、ザンギだけは勘弁。だから残儀、だから残儀、あ、あぶあぶあ。いや、かなり今のはいい、よかったよかった。ぼーっとしてた、めっちゃぼーっとしてた、やばい、飲酒運転。ライン飲酒運転はラインだな。考えてボタン押さ、押すや、考えないでボタン押すやつなんだって死ぬほどいるわ、ほんとこの世の中なあ。そうだろ、これ死ぬわ、ちょっと一回、一回死にたい、死にたい、死なせてくれ、死なせてくれ。もう、え、でも俺丸ボタンに勝してたら勝てんじゃない。ああ、勝てる勝てる、うん、なんか、はい、
回るボタンだけで来ました。これ多分判定が内側に出やすいから、なんていうんだろうな、あ、はい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 って、ここもこれで、あれ違う、考えてることと違った、なんだろうな、なんでこれ、どういうこと、こう下のとこ真ん中だといいんかな、あー、違うな、なんだろう、こっかな、ここで刺すのが一番かな、真ん中寄りで刺すか、残儀かいって、あ、お前そっちかい、分かった分かった分かった、丸ボタンとちょっとね、はい、真ん中かな、真ん中で刺すと相打ちしづらいかな、クラゲの方がまだ手応えがありそうだ、分かったよ、何回聞いたか、真ん中じゃないの、違うの、うっそ、あ、そういうこと？だから反、あー、ラグ。なんだろうな、なんでやったんだこれ。もう普通に相手戦で殴ってるだけでいいんかな、ちょっと細々と言った方がいいかもしれんな、あったら、なんかね、こう、まだ手応えがありそうだ、有利攻撃っていうことに踊らされてる気がする、生えてえー、違うんかな、どうすりゃいいんだろう、氷をうまく使いたいよな、やっぱ真ん中で刺すのが、クラゲの方がまだ手応えがありそうだ、真ん中で刺すか、やっぱ真ん中だ、
え、当たんの？これでも食らえ。残儀かい。ちょっと待って、そもそも考え方合ってる気がするんだけどな、ないん違うんかな、ちょっと待って。俺こいつ倒したんだよな。ヘップレの時は多分左右移動すればいけるからすごいんだけどな。あと氷に対しての相打ちをどうフォローするか。海の木図と消えるがいい。これでも食らえ。あー、嘘。これでも食らえ。来た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 、これ。お前読むのこれ動き。なんだろうなぁ。相打ち、なんで相打ちすんだろう、あれ。相打ちせんような当て方絶対あるはずだと思うけどなぁ。むずい。あ、まあ、
あ、もしや、ちょっと待って、これ捨ててもいいぐらいなの。ちょっと一回確認したことある。あー、わかった。全然気づいてない。違う。いや、ちょっと今思ったのが、あの氷列山氷当てた後にジャンプ入れるとあっこ無敵になって判定当たらないんじゃないかなっていうのを今気づいたんだけど、違うのかな。多分当たってないパターンってほら、急にコメント静かになるから多分当たりっぽい。絶対当たると思うけどな。絶対こう自分に不利益な情報をもう一生このステージで一生このステージで苦しんでろっていう、ちょっとこのマウンティング取りたいみたいな多分マウンティングだよね。マウンティング感を楽しむ配信だから。海の木図と消えるがいい。はい、来た。はい、来た。はい、来た。よし、来た。よし、来た。よし、来た。はい。はい、打ち OK。はい、打ち OK。ああ。早っ。ダメ、でかっ。よし、よし、来た。まあ、あえてね。よし。エアダッシュ。中段打てる。よし。いやー、やっぱりね。いやー、やっと勝ちましたよ。いやー、俺たちが支えたっていうありがたいお言葉ありますけど、氷列山の無敵の話とか誰も教えてくれなかったから、ちょっとやっぱね、そういうところなんだなっていう北陸ってそういうところなんだなっていうのを感じました。残念ちゅうことでですね、まあ今後は
ツイッチの方で、攻略はツイッチの方、攻略じゃねえよ、配信は今後ツイッチの方で、やるんですけれども、まあちょっと僕の方も、YouTube チャンネルって言っても、なんか登録者数1人の YouTube チャンネルの方でも、今回の今日の動画もちょっと上げようと思いますんで、まあぜひ、興味ある方は、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、結構見てる人、身内の人多いから、あれかもしれないけど、こっちのチャンネルの方も登録をしていただけると、今後、福井対戦会とかのあれも見れると思うんで、ぜひよろしくお願いします。こんな感じですかね。ちょっと、まあ、青さんには、バンバン。バンバン、バンバン、バンバン、ハロー YouTube。セキンです。はい。ということでですね、もう、もうトラウマが3体残ってるわけです、あと。あ、違う、間違えた。ごめん。うん。俺だったら、あれだね。ハンバーガーを、業務用フライヤーで揚げてみたって動画を作ってみたいですね、僕。業務用フライヤーで。うん。あとは、あれかな。そうめんスライダーの動画そうめんスライダーと業務用フライヤーでちょっと一攫千金。いや、時間は決めてないけど、基本的には30分で終わらそうっていう動画になっ、配信になってる予定。多分今までの YouTube 配信の時は30分で終わってるんだけど、今日は、無敵の判定の関係に気づけなかったから、ちょっと30分プラスになっちゃったかなっていう感じですね。まあ、今後、37回配信すれば、なんかすごいいい感じになるらしいから、ちょっとそのペースで、トパンガリーグとかも結構ね、今、ちょこちょこあるから、まあ、休みの日に一回、平日に一回ぐらいのペースで、できたらなと。まあ、平日二回でもいいんだけど、基本的にはまあ、10時スタート。で、休みの日は9時スタートかなるかもしれないんですけど、まあ、その時は、まあ、ツイッターで、見てくださいって感じですね。まあ、やるゲームは、マーベル VS カプコンインフィニットなんだよなぁ。ぜひ、マブカプも、インフィニット、やりましょう。一緒に。ちゅうことでですね、まあ、YouTube チャンネルも開設して、で、まあ、Twitch でも配信できるようになったというか、まあ、PS4 でそのままリンクしてやってるだけなんですけど、まあ、これからね、また、ちょこちょこと配信できればなというふうに思いますんで、まあ、昨日もね、飲み会でいろいろ楽しい話もできましたんで、X7 とかって結構、難しいんかな。 X4 はなんか比較的簡単っていうのは昔懐かしの高橋さんから話聞いてやってたんですけど、まあX4
X4 はね、もうずっと楽しいね。確かに。1時間同じステージやってても楽しいなっていう気はする。業務用フライヤーの動画5分で見飽きるからね。やっぱり正規よりも X4 だね、やっぱ。そう思いますよ。ということで、まあ、このまま、ボケっとね、フリートークしててもいいんですけど、まあ、またね、こんな感じでロングトークになってしまうパターンになって、なると思うんで、まあ、お、キッズ。太しきキッズが。まあでも、本当に、こんな感じでね、やっぱり、多くの、いろんな人が見てる中でやるっていうのも結構面白いなと、細々とね、YouTube 配信でやろうと思ってたんですけど、まあまあ面白いなと思いましたんで、まあぜひ、まあ身内じゃなくても、まあ身内以外の人も多分見てると思うんで、まあ、このチャンネル基本は多分対戦会、格ゲーの動画やってるんですけど、まあ、こんな感じで、個人個人で配信をやるようなのもいいんじゃないかって話になったんで今日やったんですけど、割と面白かったんで、またね、業務用フライヤーのもう業務用フライヤーとそうめんスライダーはまあ熱いから激アツ。ということで、終わります。YouTube にも動画ありますんで、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。切ります。お疲れ様です。シュッ、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 シ